皆さん、こんにちは。富塚優子です。今日もですね、不動産と投資についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、今日はですね、ここずっと不動産の、マンション投資の利回りについてお話ししてますけれども、この先家賃は上がるのか、これについてお伝えしたいと思います。家賃が上がるんじゃないかと思ってですね、皆さんマンション投資される方いらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとその憶測というんですかね、その期待は持たない方がいいんじゃないかなと思います。考えてみてください。例えば、息子さん娘さんお子さんがですね、東京に出て大阪に行ってる、いろんなところに行って、自分でマンション借りてると言った時に、その家賃って上がってますかね。うわ、こんなに高くなってびっくりみたいなことありますかね。その値段と自分が学生の時借りていた家賃と比べてどうですか。上がってますかね。もう何倍、1.5 倍ぐらいになっててびっくりっていうのは、そういう例はあんまりないと思うんですね。例えば昔駅前じゃなかったけれども、新しく新駅が開通して駅前になったから、もうそこの家賃は 1.5 倍ぐらいになってよと、それはあります。ただ元々の家賃がですね、東京で学生でワンルームだったこのぐらいっていうのはあると思うんですね。そこから2倍、3倍になってるってないと思うんですね。ですので基本的にはですね、家賃っていうのは上がっていかないというふうに思ってください。で、もう一つちょっと自分自身に解いていただいていただきたいのは、築10年のマンションがありましたと、それが新築と同じ家賃で募集してたら借りますかね。借りないですよね。築20年でもそれなりに古いと、で設備もそんな最新のものが入ってるうちでもないと、でも新築と同じ値段で出してたら借りますか。これも借りないですよね。で、さらに40年後だったらどうですかね。築40年だったらそれはどうですかねっていうことなんですね。で、このマンション投資をする上で、家賃は下がることはあっても上がることはないっていうことを頭の中に入れてください。一方、経費は、少なくなることはたまにあります。だけど、どんどん上がっていくもんだというふうに思った方がいいですね。ですので、家賃は下がっていく、そして経費は上がっていくわけですから、この差額、これ利回りなんですね。純利回りのためのこの利益、ここが、少なくなっていく方向であるっていうことは、これ皆さん頭に入れて投資を始められるといいと思います。こうしたことがありますので、ここは要注意として、私も皆さんに、事前に理解しておいていただきたいと思います。